石原明の経営のヒントプラス第511回。相談したい内容は専門学校、えかっこ、調理師や栄養士の学生募集におけるフォーステップマーケティングです。先生のフォーステップマーケティングを学生募集、特に対高校生に行っていますが、企業と高校生では状況が違いますので、なかなか結果が出てきません。まずはやっていることの方向性が間違っていないか教えていただきたいです。広報部に所属で学生募集がメインの仕事で、学校説明会に出席した参加者にニュースレターを定期的に送って、そこに LINE 登録できるようにしたい して見込み客フォローをしていますそこから体験入学に来てもらい入学までと考えていますただ効果が出てきません、まあ、フォーステップマーケティングってベースは思考としてはあっているじゃん <laughs>、まあ、な,なんでもそうなんだけどこの人に限らずフォーステップマーケティングのまあ、設計をしようってなったらあの集客って接点じゃん接点持ちます接点持った人に情報を先出ししましょうってことだよねで情報を先,先出ししながらある程度まで情報が溜まったらその人が必要としているときはこっちで向いてくれるっていうことなんだよね そういうふうに考えたときにさ、マーケットに対して、いろんな方法で法制度マーケティングで動かすことができて、だから、まあ、例えばこの人がさ、専門学 高校にいますす対象者は高生で,すで果たしてこれが高校生にリーチするためにフォーステップマーケティングをすれば成果があるのかっていうところを考えた方がいいこの子たちって地方とかだったら、まあ、小学校中学校高校の時に何考えてたかって話なのね<ー>で,でこれが大学生でなおかつ SFC なんていうのは慶応だからやっぱり情報も全然違うし意識もすごく違うじゃんでその人間に対して出すっていう4ステップと例えばさ 判断できないっていうふうに考えてるじゃん。その人たちはね。うん、そこにいくらさ、なんか言ったってさ、これ、ちょっと無理かなっていう感じ。確かに。僕ならね。ああで、もしやるとしたら、彼らが就職を考えるよりも、かなり前に行った方がいいね。だからもう、専門学校入れたあたりぐらいからリーチしないと、その子たちが就職なんだっけって言った時には、もう、その中の。候補に当たらない。そう、いくつか当たてない,といけない。ないだから僕だったら、まあ、それもするけど、した方がいいから。だから、向上的にそこにいて、彼らが信じるであろう人間に対して、 情報出すよ。うん。学校の先生と学校の先生でなおかつ学校の先生でもキーになる人間、うん、って考えたらツールによる人脈形成じゃなくて人対人のホステップマーケティングした方がいいああ面白い表現ですねだからほら集客して見込み客のフォローして販売して顧客化する顧客化するとこも通常で とうとね、お金を払ってくれて A ランクとか B ランクとか C ランクの人って人があってもいいじゃん、うん、えっと見込み客はさすごいたくさんいるから意思人にあることも不可能だけど、うん、顧客になってある程度高いものとかリピートするものを売ってくれてなおかつ上顧客であれば月に1回人が行った方がいいとかもっと,言うと1週間に行った方がいい1回行った方がいいとそれが下の方に行ったらツールだけでいいよっていう話してんだけど、うん、だからこんなんさ地域のその学校学校の中で一番キーになる人物落としにいて。 そこから訴求させていくってことを考えて、それ っていうふうに今なんか聞いてそのままそう思うけどな。って考えたらさもっとその学校とか子どもたちのさ,、まあ、さレベル感とか、うん、実際何考えてんのとか分かんないて想定してツール出しても意味ないじゃん。だからもしツール出すんだったらその学校行って「こんにちは」とか言ってみんなと話してこんなレベルなんだなって分かることが必要だしじゃそうすると多分なんかこんなふうに考えてる子やこんなふうに考えてる子こんなふうに,に考えてる子がいるよねっていうことになって、まあ、その中のどういう人を何、まあ何 2人ぐらい必要なのかによってそのカバーするのも変わってくると思うんだけどで。あとそのさっき言った影響力のある人には自分たちのことを知ってもらわなきゃいけないから、自分たちの学校はこうですって。なぜそうなのかというとこうです。そのために何やってます。何やってます？ ちょっと一回来てみてくださいと。みたいなね。そういうような関係性。だから、まあ、先生たちもさ、真剣だから、出すところを見とかないと怖いじゃん。で、うちはこういう体制でやってます、みたいなことちゃんとあればさ、じゃあその、生徒がさ、僕どうするんでしょうって言った時にさ、だったらさ、ここはいいかもしんないから見に行けばとかさ、それが今度実績になって、その、映った子たちが本当にいいってなればいいわけじゃん。そこからはね、口コミの話で、ねうん。で、またその子たちを連れてって、先生にすごい良かったですっていうのをリアルにやっていけば、めちゃめちゃ厚み強くなるはずじゃん。もう答え出たじゃないですか。うん うん、だからまあ、例えばさ、紙に書いてある通りのことを紙に書いてある通りでやっちゃダメだねってことで、それは、僕が本に書いてるのは、全体としての8割ぐらいのこと書いてあって、あとの2割は、本当にその、生のやつ。そうそう、生でやってってもらってっていうさ、でないとこう、成功曲線もさ、いかないんださ。いやいやまあ、これ、この人に答えてるわけじゃなくて、みんなに答えてるので、こんなに親切に答えたんだけどいやいやすば、すごいですね。うん、この方はもうそのままでも答えいただきましたから。うん、というわけで、石原先生、ありがとうございました。